はい、今回の動画はね、2本立てになります。というのも、簡単に直ってしまった動画が2本あったんですね。でも、皆さんに結構役立つ情報じゃないかなと思って、2本にまとめてみました。なので、ぜひご視聴いただければなと思います。はい、皆さん、オフェイミルキーです。本日のジャンク品はこちら。ジャパンネクストのね、PC 用モニター、JN27GT165WQHD-RHSP というモニターですね。27インチの WQHD で、リフレッシュレートが 165Hz というものになっています。で、早速このジャンク症状なんだけども、なんか画面がね、波立つようです。波立つってどういう現象なのかちょっとわかんないけども、早速ね、動作検証をしていきたいと思います。さあ、行くぞ。ではもう電源つないであるんで、スイッチオンしてみたいと思います。スイッチオン。あれ、普通だな。あ、でもなんかノイズ走ってんな。見えるかな、なんか横にちょいちょいノイズが入るの見えますかね。波立つっていう状態ではちょっとないかなとは思うんですけどね。あれ、こうちょっと今傾けてます、画面。そうするとなんだろう、画面が乱れる感じ。なんだろう、接触不良。動かすと画面が乱れるっていうことは接触不良関係かな。なんだろうね。ちょっとわかんないけども、確かに波打つような画面の乱れっていうのはさっき見られましたね。ちょっと初めての症状なんで、これ直せるかどうかわかんないんだけども、コネクターの接触不良ではどうもなさそうですね。ここいじってもあんまり変わんないです。ただ先ほどこう振ったところ、ここのノイズというか画面の乱れが出ましたんで、まだはっきり言えないけども、中で断線気味なのかな。ちょっとどっかショート気味だったりするのかもしれないですね。では原因特定するためにね、分解していきたいと思います。なんかすごいな、初めて見たな、これ。こっちが電源かな、電源パネル。いや違うな、 HDMI とかもその他もろもろだな。これが電源か、これが電源パネルですね。でこれがメインボードで、こっちが T コンになってんのかな。そんな感じですね。今一回やりたいのは接続不良をちょっと疑ってるんですよ。なのでコネクタを一回外してまた付け直す、そんなことをやってみたいと思います。じゃあまずはここのテープから外そうか。この映像系のケーブル怪しいですもんね。一回外してもう一回つけてみる。
はい、これでね、治ってくれれば素晴らしいですけどね。ちょっと試してみたいと思います。はい、では電源入れてみましょう。スイッチオン。はい、来た。はい、治ったね。やった、治りましたね。うん、治っちゃいましたね。完璧じゃね。これは美味しいと言ったらいいのか、つまんねえっつったらいいのか、悩みどころですけどね。はい、さっきのノイズとか、画面の乱れがもしある場合はね、このコネクターを一回抜いてバラ分解してね、で差し直すと直ったりするっていうケース、確かに、あるかもしれない。でもまあレアケースつえばレアケースだけどね。各メーカーさん、このコネクターのところは必ずテープで貼ってね、あの抜け防止とかをしてるんで、接触不良でエラーが起きるっていうのが昔よくあって、そこをテープで塞いでると思うんですよ。だから最近はねほとんどないと思ってたんですけども、こういうのもあるんですね。なのでぜひね、同じような現象の時はちょっと一回試してみて、それからまあ売るなりなんなり、した方がいいんじゃないかなと思いますね。まあこんなんで刺してね、抜き差しで治っちゃうってもったいないんで、ぜひそうしていきましょう。はい、皆さん、ホペミルキーです。本日のジャンク品はこちら。まあまたモニターですね。もうモニターね、何十台買ってるかわかんねえんだけど、またモニターのジャンク品になります。でこちら、BenQ のね、型番が GW2283 っていう 21.5 インチ、いつも 23.8 インチ以上のものが多いんですけども、今回ちょっと小ぶりです。 21.5 インチのフル HD IPS のウルトラスリムベゼルということで、普通のモニターですね。ただまあ小ぶりなんで、モバイルモニターっぽい使い方もできんじゃないかななんて思ってます。こいつね、すごい綺麗なんですよ。こうシールとかね、このペリペリ裏もそうなんだけども、全部貼ってあって、傷とか全くないんですね。で何年製だろう、2024年製、9月だからもしかしたら新品かもしんないっす。はい、そんな感じのやつですね。今回のジャンク症状ね、いつもとちょっと違うんですよ。っていうのは、半分だけね、黒くなっています。で、おそらく、バックライトのね、故障だと思うんですよね。で、私、バックライトの故障直したことないんです。で、今回は、バックライトのね、交換、まあ、交換すればね、簡単に直せるんだけども、交換せずになんか やれないかなっていうのをちょっと探ってみたいなと思って、これ、購入してきました。はい、それではちょっと動作チェックしたいんですけども、もう繋いでます。スイッチオン。入るかな。はい、お、来た。おお、暗いね。これバックライトだと思うんだけどね、おそらくね。ほら、こんな感じ、暗いでしょ。まあネットに載ってたね、購入の時に載ってた現象と全く一緒です。素晴らしいと思いますね。この黒さいいですね。なので今日はちょっと頑張って修理していきたいと思います。では分解していきます。ちょっと今回ね、新品っていうこともあって気使ってフェルトを下に敷いてみたいと思います。こんな感じですね。で、勉強初めてなんだよな。よで、ネジ2箇所かな、3箇所か、ネジ3箇所止まってるんで外していきます。
本当電動があると楽ですね。あれ昔は手回しでね全部やってたんですけど、最近電ドラ買いまして、このネジの多さにも適役することはないですね。フラットケーブルがテープで結構ガチしついてる。結構強力だなこれ。はい、取れた。ふうふう、こいつもか。そしたらこの T コンパネルもテープでくっついてるんで剥がして、はい、取れました。LED チェッカー持ってないので、まあマルチメーター、こういうマルチメーターを使ってトランジスタモードでね一つ一つ確認していくっていうことをやりたいと思います。簡単ですね、こうやって一つ一つ確認していけばいい。うん、光りますね、光りますね、光るね。あれもう半分超えちゃったよ。光る。あれ？なんで？え、LED の故障じゃないの？これ。どういうこと？こんなはずでは。あれ全部光った。全部光っちゃった。これ LED の故障じゃないのか。悲しいな。なんか試したかったことができないじゃん。マジかよ。わー。なかなかね、LED の故障って、まあそりゃそっか、LED 故障することなんかめったにないよな。じゃあちょっと別の原因探っていくか。マジか。悲しい。ちょっと元に戻しますね。この LED の端子に電圧来てるか確認します。はい、それでは測定します。1番端、0ボルト。次、0ボルト。次、0ボルト。次、0ボルト。あれ、0じゃん。あ、20ボルト。あれ？この端子だけでいいのかな。なんかこの端子も、あ、20出てんな。両方20出てる。ん？じゃあ、LED の方には来てんのかな。不思議な。ちょっと一回電源を落として、どうしようかな。ああ。出た。出たよ。接触。コネクターの接触か。なんだよ、治っちまったじゃん。うわー。これ、どうしたらいいんだろうな。無理。これ動画できん。動画にできん。ごめんなさい。ちょっとあれだな、すぐ修理できちゃった特集でもやるか。はい、動いちゃいました。ちょっと組み立てようかね。はい、めちゃくちゃね綺麗に映ってますね。
本当外装新品みたいで綺麗なんですけども、まあ LED ライトのねコネクタの差し込みが甘かったのか、ちょっと途中で外れちゃったのかわかんないですけどね、ちゃんとしっかり差し込んであげたらこう直りました。はいはい、まあということで、まあこんな感じでね、こういうことも多々ありますということで、まあ必ずしも全部がこういう簡単な症状じゃないと思いますが、気をつけてほしいのは本当に壊れてるものもあるので、そこだけはね、もし買う場合は注意して、不良品に当たったら直す、それを心がけていただければなと思います。はい、それでは本日は以上。